代表、ベトナム相手に前半を3-2で折り返す。マジでウケるんだがどうなってるんよ。マジか、セットプレイに弱すぎるトルシエしてやったりってとこか。本番に弱いジャパン。何、この前半での乱打戦は森保 VS トルシエの新旧日本代表監督対決、めっちゃ面白いわ。なんか全然集中してないんだけど、ザイオンが悪いってよりも周りでもっと声かけろよ。何してんだこれ。ザイオンの経験値不足。バックスが全体的にひどいな。おいおい、どうなってるんだ。まさかこんな試合になるとは。サッカーは怖いな。ベトナムの15番めっちゃ良い。アン欧州のスカウト取るんちゃうか。立ちしかいないんだわ。モナオハットトリックいけるか。中村のゴラッソ炸裂で日本代表逆転。この力だけでぶん殴るサッカーだわこれ。やっぱ左はケイトだよな。やっぱアジアカップ熱いわ。